ただきどうもありがとうございます。司会進行を務めさせていただきます PWC アドバイザリーの竹澤でございます。よろしくお願いします。ただいまからですね、緑が丘公園について考えるの第2回のパブリックイベントを始めさせていただきたいと思います。早速ですけれども、イベントの趣旨をですね、都市政策課長の中野様からお願いいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。市役所都市政策課の中田と申します。今日はお忙しい中お集まりいただきました。すいません、もう少し大きい声で。はい、わかりました。すいません。では、まずですね、ちょっとお知らせ事項としてですね、本日の、イベントの様子につきましては、後日帯広市のホームページで、動画写真掲載させていただきますので、ご承知を聞いていただきたいと思います。それから、終了予定時刻20時30分予定しております。この後ワークショップを行いますので、ワークショップの進捗状況によっては多少伸びる可能性がありますので、ご協力をお願いいたします。それでは私の方から、緑ヶ丘公園の魅力向上に関しまして、それまでの経緯、帯広市の取り組みとですね、それから本日のイベントの目的内容について、ご説明させていただきます。まず帯広市では、緑ヶ丘公園と、それから帯広少年跡地、こちらを緑ヶ丘公園エリアというふうに呼んでおりまして、今年度このエリアの魅力向上と土地利用の方向性を示すものとして、エリアビジョンといったものを作成することとしております。こちら、少年側から見た緑ヶ丘公園になりますけれども、少年跡地 7.5 ヘクタールとなりまして、グリーンパークは8ヘクタールですので、ほぼ同じぐらいの広さがあるという場所になってございます。帯広少年につきましては、令和4年4月1日をもって閉院となっておりまして、今後国の方において、跡地の処分方針に検討されることとされておりまして、その過程において国から帯広市に対して、意見の確認が行われるという手続きになってございます。帯広市が少年跡地を取得するかどうかというのは現時点では決まっておりませんけれども、市が取得する場合には公共用、公用の目的で直接利用することが条件となっております。例えば、公共施設を建設するための用地ですとか公園の用地、こういった場合に市が取得することができると。市が取得してですね、その後に転売したり、貸したりといったことはできないこととされております。帯広市が、跡地を取得しない場合は、民間への売却等の処分が行われるということが想定されております。で、帯広市では、これまでエリアの魅力価値の向上に向けまして、検討を進めているといったところなんですけれども、将来にわたってこのエリアが多くの人が訪れて、それからここで時間を過ごしてですね、このエリアの緑豊かな空間に愛着を持っていただいて、大切にしたいと思っていただいていただける、そういったことが大事かなというふうに思っておりまして、このエリアにいろんな方々の活動を呼び込んでいく、市民ですとか、住民の皆さんとこのエリアとの接点、緑との接点というのを作っていく、訪れた人がここを楽しんでいただく、また訪れてみたいなと思っていただくような目的というのを作っていくことが重要かなというふうに考えております。我々としましては、エリアビジョンの作成にあたって、このエリアを利用する方、それから活用する、そういった市民や事業者の皆さんと一緒に議論していくといったことが大事であるというふうに考えておりまして、基本の原則と、我々の検討の基本の原則として、皆さんと一緒に考えていきたいといったことを思って進めているところでございます。それから検討を進めていくにあたりましては、大切にしたい視点として6つの視点というのを持って検討を進めております。地域の強みである食や農業、自然を大切にする視点、それから、帯広の森や緑ヶ丘公園など緑のネットワークとしてつなげて考える視点、それから歴史を大切にする、そ
その歴史を将来に引き継ぐ、そういった視点ですとか、遊び、学び、仕事、健康、こういったテーマを市民の活動とつなげていくとか、そして多様性、包摂性の視点を持って考えていきたいというふうに考えております。皆様と一緒に考えていくといった具体的な進め方でございますけれども、これまで、アンケートを実施したり、それから8月には1回目のパブリックイベントを開催させていただきました。それから事業者様のニーズを探るということで、ヒアリングを行わせていただいたりしております。で、その内容については随時情報共有という形でホームページ等で発信をさせていただいているところでございます。今年度末にですね、エリアビジョンを作成したいというふうに考えて目指して進めているところなんですけれども、市民や事業者の皆様のご意見をいただいて、魅力向上の方向性を検討して、それをエリアビジョンに反映していきたいというふうに考えてございます。来年度以降の想定になりますけれども、エリアビジョンで示した方向性に沿って具体的な取り組みといったものも実施したい、していきたいというふうに考えておりますけれども、その際も前向きに活動する皆様と継続的に議論を続けながら、そして試しにできることからやっていきたいと、その上でエリアの魅力向上というのにつなげていきたいというふうに考えております。昨年度からこれまでの取り組みになりますけれども、こちらに記載の通り、今年の取り組みとしましては、赤字になりますけれども、本日のパブリックイベント、そして現在、少年院跡地と、緑ヶ丘公園における事業等の提案といったものを募集しておりまして、提案のあった事業者の方にヒアリングを行う予定でございます。ここまでが、これまでの経緯となります。で本日のイベントの目的になりますけれども、先ほど申し上げましたように、皆様と一緒に考えていきたいといった趣旨で、今回のイベントをワークショップ形式で開催させていただくこととしました。エリアの魅力向上に向けて、具体的にどういったことができるかといったことを皆さんで考えていきたいというふうに思っております。魅力向上、持続的に魅力向上を図っていくと。ためには市民、住民の皆さんとこのエリアとの接点、緑との接点といったものを考えていくことが重要ではないかと考えておりまして、いろんな方が訪れて見たくなるような目的といったことを作っていくために、誰がどんなことができるかなということを皆さんと一緒に考えていきたいと思ってございます。で今日初めてゼロからですね、アイデア考えていただくっていうこともあるんですけれども、これまで寄せられたアンケートといったことが、お手元の資料を紙で配布させていただいております。で、アンケートで寄せられた意見ですとか、あとパブリックイベントで、出していただいた意見、それから他都市の事例というのも我々見に行ったりしてますけど、皆さんもいろんなところの都市を訪れてイメージ持たれてるかなというふうにも思いますので、そういったものも頭に浮かべながら考えていただければなと思っております。アンケートなんですけれども、アンケートを見たときに一つの参考としてなんですけれども、年代別の緑ヶ丘公園の利用傾向といったものを見ますと、一番、左側ですね、左側ちょっと数字が見づらいんですけど、左側の円グラフが10歳以外の、青いのが利用すると答えた方々なんですけども、他の年代と比べると、10代の方は、少ない傾向にあるのかなというふうに思っております。将来にわたってこのエリアに多様な方に来ていただくということを考えたときに、こうした若い世代の方々に来てもらえるような取り組みというものも必要でないかなと考えているところです。10代の方の意見といったものもアンケートから見て取れますし、それから高校生でワークショップやっていただいて意見も寄せられているところでございます。
まあ、こういったことも参考にしていただきながら、まあ、具体的な取り組みというのを考えていただければ、ありがたいなというふうに考えてございます。今日は非常に短い時間の中での、ワークショップになりますので、ちょっと大変かなというふうには思いますけれども、早速これから島ごとにですね、今座っていただいてますので、アイデアを出していただいて、それを共有していただいて、意見交換をしていただければというふうに思っております。グループごとにまず、具体的な取り組みをですね、魅力向上に向けた具体的な取り組みを考えていただいて、それぞれが考えた内容をグループ内で共有していただいて、意見交換を行っていただく。その上で最終的にグループ内でですね、こんなことができるんじゃないかといったアイデアを取りまとめて発表していただきたいというふうに考えてございます。でここからグループごとのワークに入っていきたいなと思いますけれども、まず最初にアイスブレイクからちょっと皆さんで会話をしていただくために、それぞれのテーブルの上にですね、お菓子もありますので、ちょっとお菓子を口に入れながらですね、リラックスしていただいて、今回やっていただくアイスブレイクとしては漢字自己紹介ということで、自分を漢字一文字で表現していただければなというふうに思っております。例えばですけど、私中田ですけども、なんかはい例です。私を表す漢字は純粋な純でございまして、主張がちょっと漏れてるかなと思うんですけど、何でも人のこと言うこと聞いちゃうもんですから、いいこともあれば悪いこともあるなという、純粋な中田と覚えていただけるとありがたいと思います。まあ、こんな感じでですね、ちょっと自己紹介をしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは各島のちょっとごめん、ちょっとだけね、前提条件だけ聞いていい？はい、まっすぐ前提条件じゃなくて、これが4ページにね、水の中公園の現状でご利用しなしもないとするかどうか見て、最初がいいですよね。はい、水が取得する場合には公共用、公用の目的で行くので、逆に民間が使用された場合、はい、それは今ここで2人で議論して、いろんなアイデアを出たものが、どういう形で反映されるか、その反映は帯広市として、どういう形で反映させていくのかっていうのは分からないんで、ただここで本当に真剣にやっててね、はい、なんか民間やったら、何も自分たちの意見反映されてないんじゃないかってなるんで、それについては市はどうか、ね。本日のワークショップはエリアの対象としてますので、当然少年跡地も入りますけれども、少年跡地については交流して、やはり開発が必要なのかなというふうには思います。なので今日考えていただく具体的なアイデアとして、こんなことあったらいいなとか、できたらいいなっていうのもあると思うんですけれども、それが例えば土地を買ってこんなことをできるのかっていうところの実現可能性っていうのもあると思いますので、そこはそのあたりを踏まえてですね、意見を出していただければなというふうに思います。それでは、はい、民間の人が例えば払い下げした場合に、はい、市としてのね、市としてどういう形でここで出た意見を、はい、こうあるで民間に対してもね、やってほしいっていうね、そういうアクションをね、どういう形で起こすか、要するにその起こし方によって本当に意見がね、自分たちの意見も反映されたなと思ったら、ね、いいものが出る可能性もあるかもしれないね。ちょっとその辺だけ。国の処分の手続きになりますけれども、国があくまでも今持ってますので、その処分をするときに市に対して意見が、聞かれます。市が取得するかしないか、取得しない場合は何か意見がありますかということで問われますので、そのときに例えば市民の皆さんの意見を伝えていく、市としてはこういった土地利用が望ましいんではないかと。ただそれを実際に実行に移す民間企業がなければ、それは絵に描いた道になってしまいますので、我々としては今事業者からの提案をいただいております、集めておりますので、まあ、そういったものも、根拠としてですね、使えるものであればそれを根拠として国に対して意見を言っていきたいと思いますし、まあ、今日皆様から出た意見も反映させられるものであれば反映していきたいというふうに思っています。はい、よろしいでしょうか。まあ、よろしいですか。市の姿勢がね、はい、それでいいかどうかっていうのはいいかどうかは別として、はい、分かります、考えたらどうか。はい、では、すいません。
以上、私からの説明は以上になりますので、グループワークの方に行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。全体概要からお話しさせていただきます。私たちは、まずこの全体を使いたいよねっていうところで、例えば、真ん中のところには森があって、結構自然というかその例えばモンガがいるとか、山菜があるとかそういう、まあにね、あの市民も知らないような生態系がいるっていうところでそういう森林を生かしたり自然を生かしたようなやつもやりたいで、イベントとかもしたいで要は全体を使った活性化を図りたいっていうことを考えていました。でその中で一応大きくジャンル分けしてちょっと私の方からは、移動手段とハードみたいなところで、説明させていただくんですけど、まあ、全体を回るためにはハードが、移動手段が必要だねってことでキックボードですとか、レンタサイクルなんかちょうどアイデア出してくださってなんか5人で、乗れるような自転車があったりするんだってそういう映えるようなやつを導入したりして、まあ、管理していく乗り捨てを、まあ、乗り捨てというかどっかに、乗り捨てるようなところを作ってで点在させて乗り物自体は乗る場所は点在させてどっからでも乗っていろんなところを回れるようにしたいよねっていうところで移動手段も欲しいねっていうふうに話してました。であとは、移動するとやっぱり疲れるというか疲れたりもするのでハード、カフェですとか例えばスタバさんみたいなところがあると、10代の子たちも勉強に来れるしこういうちょっとアクティビティをした方が休むっていうところでカフェみたいなものもあるといいよねっていう話になりました。あとはワンワンを飼っているところはドッグランがあればそこにやっぱりその人たちが来るしあとは何だったかな、あとはまあ市民農園とかもあるといいよねっていうふうにお話ししていました。でちょっとソフト面ははい説明させていただきます、はい、本当に全体をこう広く使いながら年代問わずいろんな人がこうぐるぐる使っていただけるような場所にしたいよねっていうところがベースになっていると最初にご説明いただいたんですが、まあ、やっぱり自然体験だったりとかイベントに関しても、まあ、本当にいろんな世代の方がこうみんなで楽しめるようなところがあるといいよねっていうところをちょっとベースでアイデアを出させていただいている形になってます。で自然に関しては、まあ、やっぱり釣り体験だったりあとはまあキャンプだったりあとはまあ歴史を感じる散歩ブラタモリみたいな感じでこう散歩できたりみたいなところで自然のアクティビティがあったりとかあとイベントに関しては、まあ、やっぱり盛り上がって人がたくさん集まる場所っていうところをちょっとイメージしましてビアガーデンだったりとかもう今すでに実施いただいているとのことだったんですがファーマーズマーケットを、頻度高く実施していくだったりとかっていうところで、まあ、本当に大人から子供までたくさんいろんな方が参加できるようなイベントっていうものを随時打っていくのがいいんじゃないかなと考えました。でこのイベントに関してはやっぱり取りまとめしていただく民間企業だったりとかがあった方が、まあ、皆さんもこう意見出しやすかったりとか話を集約していただきやすいかなと思いますのでちょっとそういったまとめてくださる機関という施設は1個立てていただくのがいいんじゃないかなというところをちょっと班で話し合わせていただきました。でちょっと幅広く意見が出た形にはなるんですがもう本当に広くお客さん皆さんが回ることができてでいろんなことを楽しめていろんな年代で集まれる場所っていうところにしたいっていうところにまとまったかなと思います。一般の発表は以上です。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、移動手段のキックボールなんですけど全体公園全体を周遊してもらいたいっていう視点から有料のキックボールなんですけど乗れば乗るほど有料ですからそうだったそう、チェックしたいと思います。なんか乗るだけいっぱい乗った方がお得だよっていう風にするとより回れるよねっていうなんか近い方がちょっと割高感みたいなことを歌うと、ね、乗って、ね、全体を回ってくれるかなっていうアイデアでした。はい、ぜひ採用してください。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。で4班の場合は行政 の, 各課の緑の課の方児童会館の100年記念館の方がいたりであとスターバックスの店長さんがいらっしゃいましたこちらですと、子育てサークルの代表の方で
約50年ですか、60年ほどこの緑ヶ丘の近くにお住まいの、すごいもうずっと歴史を見ていた方が班の中でいらっしゃいまして、でその中で、お話が出たのは、まあ、そのソフト面とハード面っておっしゃるそのまとめの時に実現ができそうな、司会の方からいただいたのはできそうなところと、まあ、できなさそうなところみたいなお話があったので、その中でいろんなお話、野外ライブ、野外のシアター、先ほどだったように飲食ができる、あとはこう散策をしながら緑ヶ丘公園を知れるみたいな、まあ、イベントなのかウォークなのか勉強なのか、あとそういったところもアイデアとしても出ましたし、ネイチャーセンターというところがあったらいいんじゃないでしょうかとか、そういったお話も、子どもがやっぱり遊べる施設、鬼ごっこがここでしたい、もうずっとぐるっと子どもを使って子どもたちがということもありましたし、あとはやっぱりこの緑ヶ丘公園 の、 文化とか、歴史を知っている方がもしかしたらあまり少ないのかもしれない、いないのかもしれないっていうようなところの話がちょっと出た時に、まあ、先ほどなんかこう集約されるセンターみたいなのがあったらいいんじゃないですか、やっぱり我々もやっぱりそういう施設の老朽化っていうのも各施設が老朽化されているので、それを集約したような集合型複合型の、まあ、子どもにも発信できる、大人にも発信できる、ような、センターがやっぱあってもいいんじゃないかというようなところ で、 そこにはやっぱりスターバックスがのようなような、でそこと、まあ、できれば地元の、まあ、農産物みたいなのとこうコラボしたような、飲食ができるスペースがあったらいいんじゃないかっていうような話が、出まして、でまあ、そのずぐるっとこう話がこう、まあ、付箋が書いてあるので、その意見は後で各課の方で見ていただければと思うんですけど、まとめとしては、まあ、ソフト面でできる部分としましては、まあ、今ある資源の中でやるとしたら、その今もうこの少年跡地とか緑ヶ丘公園の魅力アップっていうふうに市の方が、言われてますので、その知識とか歴史だとか文化だとかって市民の方もしくは小学生だとか子ども中学生だとかに教え得れてるんでしょうかっていうところの視点のお話が出まして、でそういったその昔ここが陸上競技場でとか、ここはその刑務所の跡地で、まあ、50年前とか、まあ、100年前ではないんでしょうけど、そういったところの歴史、この緑ヶ丘公園のできるその歴史って多分皆様ご存知なのかもしれないですけど、多分小学校の方々で教えていってるのかどうかっていうと多分教えられてないのかもしれない、で今そういう時期に差し掛かっているので、教えていくのはいいんじゃないでしょうか、その時に、小学校の方がこう来て、教えるのに散策って全小学生が散策してるのかどうかとか、全中学生でそれを体験してるのかどうかっていうようなところになると、もしかしたらしてないのかもしれないっていうふうになると、今の、まあ、市内の小学校とか中学校の中でこの緑ヶ丘公園ってこういう歴史でこういうできてて今こういうふうになってるんだよねみたいなのを、まあ、全子どもたちが知ってても全然いい話で、私とかはそこの緑ヶ丘公園の公園はその仕事上である程度こう勉強しないと分かんなかった、知らなかったので、まあ、そういったことって知っててもいいんじゃないのかなというようなお話が出ました。でそういった中でこうぐるぐるこう散策するときに、子どもたちはまあ自分たちの足で歩けるわけなんですけど、こういい散策路がある中でお年寄りの方もいるときには、まあ、最近その緑ヶ丘公園でこう自動運転のバスのテストがあった、先ほどモビリティの話、スケーターの話とかがありましたけど、まあ、そういったものを使ってこう足が不自由な方でも一周ができて雰囲気が楽しめるような、まあ、アクティビティというのか、そういったこうテストみたいなのも、あってもいいんじゃないのかなというようなお話がありました。そんなところで大丈夫でしょうか。はい、大勢経ちました。長かったですか。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ2班発表します。2班も本当にいろんな方々が同じテーブルについてくださって、いろんな方面から意見を言ってくださいました。で
今3番目に発表させてもらうんですけど、びっくりするぐらい1班2班と同じなんですよね。多様なアクティビティができたらいいとみんな思ってるのは同じなんだっていうのはちょっと発見ですごい面白かったです。で、2班で発表するのも1番目2番目の発表の方たちと割と似ていて、いろんなことがまず緑ヶ丘公園でできたらいいなという考えを持っています。で、具体的に言うと、さっき冒頭の中田さんのスライドであったような10代の利用が少ないっていう課題が1個あるなっていうことが1つ懸念されます。で、もう1つはサードプレイスっていう言葉、第三の居場所っていう言葉が昨今よく取り沙汰されているんですけども、よく言われるのはその子どもたちのサードプレイス、家庭でもなく学校でもなく3つ目の社会、3つ目の居場所があることが心身の健康に大事なんだよっていうことが言われていると思うんですよね。で、ただそれって僕らもだよなと思ってて、大人の第三の場所もあったらいいなっていうアイデアがここには入ってます。で、じゃあ誰が何をどうするかっていう説明でちょっといこうと思います。まずは、大まかな考え方としては、まず民間のプレイヤーの皆さんがそういったスケボーパークであったりアーバンカルチャーをするアクティビティをなされている、あるいはサードプレイスを作る場所が、運営されている方々が公園にいるっていうのをもう日常的にする。で、それを、マネジメントして、ワンストップの窓口として案内する民間の企業として、大変恐縮ながら、指定管理者がそういうことをやったらいいんじゃないかなと思っています。で、プレイヤーの皆さんは当然それはもう商いとしてやっていただいて持続可能性を高めていった方がいいと思いますので、各サービスではお金を頂戴するようにすると。で、ただ経済の格差の関係で本当は利用したいけど参加できないという方たちもいますので、そこは公共の行政の補助を得て利用しやすい形を作るのが大事かなと、そういったサポートは非常に大事かなと思っています。で、資金面の方なんですけども、僕もさっき初めて聞いて勉強になったんですが、DAO という方式があるそうで、NFT、仮想通貨型トークンでしたっけ、あれを使って、すごくざっくり言うと株式会社っぽい感じで仮想通貨を持っている人たちが投票権を持っていて、でその投票権がたくさん集まったところに事業に資金が一気にドンと入って、その資金が公共のために活用されるっていう仕組みが昨今あるそうです。それってすごくこの公園っていう公共地と相性がいいなと思っていて、そういったみんながいいなって思うものにちゃんとお金が行くようにっていう、そういう仕組みを資金作りのシステムとして導入できたらいいのかなと思っています。で、最後に課題なんですけれども、先ほどの発表でもあったように緑ヶ丘公園っていろんな資源がありますよね。自然の資源、歴史の資源、いろいろあります。ただ全国の、公園とか観光地で最近問題になっているのがオーバーユースの問題だと思います。人が歩きすぎて道が踏み固まっちゃったとか、路肩の植物が踏んづけられちゃったとか、で歴史の建造物に落書きされちゃったとか、いろいろあると思うんですけど、そこは課題として解決していかなきゃいけないなと思ってます。人数制限をするのか保護をするのか、ちょっとその辺は具体的に議論できてないですけれども、でも余白はある公園だし、こういうのあったらいいじゃんっていうアクティビティ、そういうアイデアは皆さんが持ってるんだから、じゃあその余白でやっちゃえばいいじゃんっていうのがうちの班の考え方です。ありがとうございます。もう他の班がもう結構まとめていただいてて、もうその通りっていう感じなんですけれども、うちの班でも、いろんな緑ヶ丘にいろんな施設集約していて、いろんな機能あるけど結構老朽化しているよね、そういう機能だとか、あるいはその、施設として新しくなんかこう作るだけじゃなくって、いろんなソフト、緑ヶ丘公園には100年記念館、動物園、緑と花のセンターだとか、でそれ以外も、帯広の中にいろんな人がいたり、いろんな施設があったり、なんかそういう情報だとか、地だとか、そういうものがなんか集まれるソフトのような拠点になればいいなっていうふうに思っています。あとは歴史だとか、緑ヶ丘にもすごく歴史があって、自然も移り変わっていて、そういうようなものが表現できる場だといいなというようなことです。ネイチャーセンターだとかいろんなことをおっしゃってましたけど、皆さんおっしゃってたようなことかなと思います。で、ちょっと具体的なところもじゃあ最後の班なので、いくつか挙げていくとすれば、一つは子ども向けっていうことで、
子ども向けだけじゃないんですけど、大きな屋根のあるところがあるととってもいろんなことに使えるなって、冬でも子ども連れてそこで遊べたりだとか、あるいは野外、コンサートができたりだとか、スポーツできたりだとか、大きな屋根があるところって全天候型のそういうものがあるととてもいいなということです。アーバンスポーツとかっていう言葉もあるんですけども、例えばスケボーだとかそういうものもありますけど、夏だけじゃなくて冬、スキーだ、歩くスキーだとか、巨大そり滑りだとか、そんなこともあるといいんじゃないかなというところです。あと他のところはよろしくお願いします。他に、いろんな皆さん話されてましたけど、しっかりと、森があったりするので、普段お客さん、あのお客さんじゃないな、住民の方が歩いてたりするので、そういったところでなんかちゃんその、ここの新しくっていうか使うか分かんないですけど、これを踏まえて、散策路、この緑化公園をしっかりと楽しむっていうので、なんか このルート回ったら全部楽しめるでみたいなのがなんかあるといいよね。なんかその散策路の中で、例えばここの自然をしっかりと学べるような、観察会だったりとか、あとはなんか、話としてあったのは湧水が昔はいっぱい出てたらしいんですけど、今あんまり出てへんくて、でそういったところでもなんかしっかりとスポットにもなって、あの住民の方が、学べる場所にもなるんじゃないかっていう話があります。あとはイベント、いろんな案はいっぱい出ました。例えば、アーバンスポーツは皆さん出てますけど、例えば映画会やったりとか、マルシェ、マルシェもなんかイベントじゃなくてなんか日常化にしたらいいよね。あとおもろいなと思ったのは、あのリアル脱出ゲーム、なんかこう散策もちょっと絡みますけど、なんかこの中をこう探索しながらやっていくと結構面白いなっていうのが、3番の以上です。で大丈夫ですか？皆さんお疲れ様でございました。今日はありがとうございました。あの非常に短い時間だったので、私も力不足で全然まとめきれなくて、あのグループのお客さんに迷惑かけたかなと思いますけれども、あの発表を聞いてすごくいいなと思うものもありましたし、やっぱりあの行政だけで、行政施設整備とかっていうのが行政の役割っていうところはあるとは思うんですけども、あの民間の皆様と協力していくっていうのは非常に大事だなっていうふうに思いますので、そのバランスといいますか役割分担というのをしっかり考えていかないといけないなって思いました。で、今ここにいらっしゃる皆さんもその、前向きに参加していただいていると思いますし、これからも主体的に関わっていただけるんじゃないかなっていうふうに思っております。あの今日は本当にワークショップという形でやらせていただきましたけれども、あのお話の中にも少しありましたけども、なんかこう皆さんが関わってこう意見交換できるような場を今後持っていくことが大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。またこうした場、こういう形じゃないかもしれないんですけども、あの引き続きやっていきたいなっていうふうに思いますので、あの賛同していただける皆様にはぜひこれからも関わっていただきたいなっていうふうに思っております。はい、あのいただいたアイデア、あのこのまま終わらせないように、全部できるかどうか分かりませんけれども、あの一つでも実現できるように頑張っていきたいなというふうに思っています。最後に、お願いになりますけれども、あのご参加いただいた感想等についてですね、アンケートをお願いしたいと思います。お配りして、アンケート用紙をお配りしていると思いますので、あのそこにある QR コードからアクセスしていただくか、紙に書いていただいても結構なので、ぜひアンケートでまたご意見、ご感想などを書いていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
本日は遅い時間までお付き合いいただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。